四代目弘道会の若頭に昇格するのは、やはり高山組組長の南正樹である。独立組織八代目坂梅組組長、南木賀の実子である。司忍こと篠田との養子縁組により、六代目山口組組長、司忍の甥にあたるのだ。南は高山若頭が見込んだ男であり、六代目司忍も納得して養子までした男である。まだ若いが南は必ず弘道会の五代目になり、七代目山口組の若頭になり、八代目山口組組長に上り詰める男であると囁かれている。2013年10月、二代目弘道会会長に竹内照明が就任した後任として若頭の南正樹が高山組の三代目を継承し、三代目弘道会直参に昇格しているが、竹内が六代目山口組の若頭に昇格するにあたり、四代目弘道会を継承するのは若頭の野内組長である。十代目稲葉寺一家、松山もう五代目川村一家、間宮誠二。山口組の直参に昇格する予定だ。四代目弘道会の若頭に高山組組長の南正樹が昇格する。野内組の若頭である。北村和弘二代目河合組組長は野内組の二代目を継承して四代目弘道会の若頭補佐に昇格すると噂されている。弘道会の若頭になるのは高山組組長が継承する暗黙の決まりがある。山県組の東大が県流会から出るように、弘道会は司忍が立ち上げた司工業はあえて弘道会に残さず、高山組に弘道会を譲って司忍は山口組の東大になったことで、山口組を弘道会支配にするべく弘道会を山口組の直参よりも力を持たすことに成功した。山口組の直参の中で弘道会に逆らえる人は残っていないのだ。山口組の東大は弘道会から継承することになるだろう。稲川会も山川一家から継承するはずである。そうなると必ず分裂する運命になるだろう。弘道会山口組になってしまった。山口組の直参の価値などないに等しいのだ。弘道会の直参の末端組員と山口組の直参が揉めても、末端組員はすぐに弘道会の本部に電話をして、本部の当番責任者が山口組直参の組長に電話を入れたら終わりなのだ。弘道会の高山組は司忍と高山若頭がいる限り無敵である。弘道会の本流高山組の組員は統制が取れているようだ。泥棒や詐欺や薬物犯罪で逮捕される人がいないのも事実である。泥棒や詐欺は本当に恥ずかしいからやめてほしいものだ。